この動画だけでも分かるようにはなってるんですけど、過去2本と通してみたらもっと分かりやすくて面白くはなってます。なので時間ある人はそっちから見ることをおすすめします。はい。ルフィが最後ビビと結ばれる。ビビにはプリンセスたちの要素が詰め込まれていますからね。白雪姫やシンデレラ、リトルマーメイドからジャスミンまで花嫁修行もしている。ビビのイメージ番号は 5.5 って小田先生言ってました。ルフィの誕生日です。ドロップザピザ。ラスボスさんが言うにはバッカニア族は昔大罪を犯したんだそうです。バッカニア族が犯した罪って何？バッカニア族が犯した罪は悪魔の実を生み出したこと。バッカニア族の特性は体の強さだと思われていた。頑丈です。でも実は違うそうです。ベガパンクによればバッカニア族の特性は体の強さではなくで止まってるんですけど、思いの強さでは強いのは体じゃなくて思い。だってクマは体が壊れて意識がなくなったのに動いたんですもん。思いの強さがバッカニア族の特性なら実は全部辻褄合います。ほら、思いの強さです。バッカニア族、バッカニア族は生まれながらに奴隷の一族。ニカという名前が初登場した時からニカと奴隷はセット。奴隷つらすぎで強い思いで願う。万物は望まれてこの世に生まれる。悪魔の実の成り立ちがこのように説明されてましたからね。私たちのこの世界に昔いた奴隷も救ってほしくて神に祈ってた。奴隷たちがニカに祈るのと同じなんです。実在した奴隷たちにとっても歌が救いでした。密かに歌ってたらしい。まさにクマの父が殺されたシーンですね。奴隷の種族バッカニア族が何もできなくて願い、生まれたのが悪魔の実。小田先生言ってました。悪魔の実の存在はいずれ出てくるとある博士が説明してくれると。ベガパンクしかおらん。万物は望まれてこの世に生まれる。悪魔の実もそうじゃって言ってるし。バッカニア族のクマ、天才科学者ベガパンク、悪魔の実を生み出したものと解明したもの、この2人を最終章セットで書いてたら綺麗。ボニーの病気を治すというクマの願いを叶えたベガパンク。願いが大切っちゅうわけ。ベガパンク、ベガ、ベガデネブアルタイルって言いますよね。そう、ベガってのは星ですから。要するに星に願いを。世界政府は神、対して奴隷のバッカニアが悪魔の実を生み出した。神と悪魔って話覚えてますか？奴隷や D は悪魔とされてる。ワンピースでは世界政府が神、味方側がみんな悪魔とされています。でね、このバッカニア族にはなぜか巨人の血が入ってるんですが、ワンピースいつもちゃんと巨人と悪魔が仲良しなんです。サウロとロビン、巨人と悪魔ですよね。オーズジュニアとエースもです。わかりやすいのはオーズとモリアとかたくさんあります。巨人の血を継ぐバッカニア族も悪魔側。バッカニア族が犯した大罪とは悪魔の実を生み出してしまったこと。思いの強さで人々の願いを叶える一族。クマは教会の牧師ですもん。祈り願うキャラ。嫁はジニーだしね。みんなの願いを叶えるジーニー。やっぱりね、ベガパンクがバッカニア族の特性、悪魔の実の生まれを語るの怪しい。この2つに詳しいんですもん、この人。
バッカニア族ってそんな大事なのか。そもそもバッカニアとはカリブの海賊の前身のこと。小田先生はワンピースを書くにあたってカリブの海賊をかなり参考にしています。バッカニアが後のカリブの海賊、そしたらバッカニアなんてかなり重要に決まってるんです。シャンクスのキャラデザインにするほどですよ。しかもバッカニア族をクマにした。いつもクマが本持ってるし、小田先生が熊本出身だから大事なキャラ。最終章の引き金がバッカニア族でもあるしね。あ、クマの実。悪魔の実の元ネタはアダムとイブの禁断の果実。アダムとイブね。ワンピースの世界にもアダムとイブ実は出てきます。宝珠アダムと幼珠イブ。ほら、ちゃんと木なんです。アダムとイブ、実は木になりますよね。宝珠アダムは世界に数本ある、幼珠イブは1本しかないんだそうです。果実は太陽の恵みだから、幼珠に悪魔の実がなったのでは。だってアダムとイブの旧約聖書によると、禁断の果実を食べてしまった理由はイブが蛇にそそのかされたからなんです。イブがまず食べてしまった。幼珠イブは悪魔の実がなる木。幼珠イブがどこに存在するかはまだ明かされていませんが、この幼珠は魚人島に火を差してくれる木。ルフィたちの住む世界がこうやってあって、レッドラインっていう高い壁があります。魚人島はすごく深いところにこうやってあって、幼珠イブのおかげでここに光が差すってことは、幼珠イブはここにあるはずなんですよね。ちょうどここに天竜人が住んでます。なのでマリージョアに生えてるはずなんです。っていうか、幼珠イブが悪魔の実を生み出した木なら、幼珠イブがあるところに聖地マリージョアを作りましたよね。世界政府ちゃんとここに敵の本拠地パンゲア城があります。辻褄合ってきませんか。世界政府は幼珠イブを独占したかった。そりゃ世界政府が無理やり土地を奪って陣取ったのも納得。追い出された。誰からこの土地を奪い取りました。ルナーリア族。悪魔の実がなる幼珠イブのところには昔々ルナーリア族がいたんです。神の種族。ほら、ルナーリアとバッカニアはセットでしたよね。二人とも同い年で、月と太陽で、ルナーリアがいた地にバッカニアの願いがなったわけ。この土地気になるところがあって、この人工ですってやつ気になる。悪魔の実だけにね。マリージョアの森にて木は生えない、作物は育たないと。だから天竜人たちは革命軍の兵糧攻めにあって大変なことになりましたよね。この前なんで植物も生えないし飯も作れないとこに天竜人は住むの？危なくない？何かメリットがあるはず。てか植物生えないなら幼児イブもここになくない？そう、何も生えない。でも花の部屋があるんです。イム様がいるとこ。こここそが幼児イブ生えてるとこ。ここが栄養全部取っちゃう。800年前に幼児イブに悪魔の実たちがなって、それを独占したくて世界政府が土地を奪って陣取ったなら全部納得なんです。元神のルナーリアがいた地なのに奪った。ルナーリア族キングの幼少期がまさに悪魔だって。黒い羽と槍だもん。確定で悪魔。やはり神に奪われた悪魔たち。追い出されたルナーリア、そっくりなのがワイパーたち、シャンドラ。空島編で追い出されたやつですね。この空島編に本当に謎の設定があって、魂が木に宿る。でそれを悪魔が守ってる。これ何のための設定？しかもこれがカルガナとノーランドが別れた原因ですよ。アダムとイブの禁断の果実はマリージョアになってた。もともとそこにいたのはアルベルって名前。やはり旧約聖書、カインとアベルからでしょう。アダムとイブの子供ですもん、アベル。カインとアベル、人類最初の兄弟殺し。ちゃんとマリージョアから降りてきた2人の兄弟をカインとアベルにしたのも納得。やはりここで生まれましたよね、禁断の果実は。
ここに君臨するイムもアダムとイブを足してイムなのかもね。このように人々の願いが気になったと。木に人々の願い、七夕だって天と星だらけの作品です。人々の願い、なんか丸くて願いがこもってて悪魔の実みたい。明らかに重要なシーンだったし、支配から解放されたい人たちはやはり強く願うんです。人々の願いが短冊みたいに書かれてましたよね。800年前の2人、ジョイボーイと人魚姫、2人は会えなかった。まるで彦星と織姫、だってジョイボーイは謝っていたんですもん。人魚姫は白星ですよ。織姫と彦星はベガとアルタイル。七夕といえば星に願いを。作中で会いたい人に会えないってキャラいるじゃないですか。ウソップとかラブーンとか、そういう時に使われてるんです、星に願いを。だからウソップの技は全部星、流星群になってるわけです。クマが人形にされました。セットのゼペット、いやベガパンクが人間に戻す。星に願いを、まさに七夕。ベガであるこいつが悪魔の実の生まれ方を知ってるのも綺麗。七夕の伝説では天の川が二人を隔てた。グランドライン、最初からずっと出てくるパンダマン、笹づくしのキャラです。グランドラインが天の川に見えませんか。最後にあるのはロードスタート。入り口のリバースマウンテンだって上から見たら星だし、始まりと終わりの街もポルスター諸島。水金地火木土天海が五老星と古代兵器、ルフィが太陽。やっぱ空の話じゃん。天の川が敵なわけ。最終章、重要なのはアラバスタですよね。アラバスタは4000年の歴史、まるで中国4000年の歴史、七夕伝説。ルフィの誕生日はなぜか5月5日、ビビの誕生日は2月2日なんです。織姫と彦星は雨が降ると会えない。この二人が出会った理由は、雨が降らなかったから。七夕77話は波の生まれ生い立ち、この人が天気を操れるんです。